皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、入荷のご案内ということでございます。見てねもらうと分かると思いますけど、いわゆるリアキャリアですね、それの上にパコってワンタッチでつきますよという、ラックパックユニ、あ、これライトかっていうのが、やってまいりました。あれユニクリップっていうね、この手のやつはマジックテープでベロッとこうやったりっていうのが、スタンダードでしたけど、それやっぱね、めんどくさいという人が多いので、ワンタッチでポンポンと、つけられますよ、外せますよというような、形でつけられますよというのがやってまいりました。で、これ実は前から在庫はしてたんですけども、なかなか私の方がその使い勝手云々中の開発できていなくて、ちょっと店の隅っこにずっとあったんですけども、ブロンプトンでね、この間ブルベンで回すみたいな人がお見えになって、いろいろ話しているうちに、フロントバックですね、ブロンプトンね。あれがやっぱその空力がね、どうもやっぱ横幅がでかいんで、なんか空気抵抗でかい、あれどうにかなんないですかね、みたいな話になりまして、僕はあんまり感じたことはないんですけども、私が考える以上の、超がつく長距離に挑む人なんで、やっぱりそういうね、少ない、ことでも長くなるとやっぱダメージでかいんだなと思って、じゃあなんかないっすかねとかって言ってたら、その人が気がついてつけてくれたのが、この、クリックフィックスのラックパックでした。つけてみるとわかるんですけど、結構ピタッと行くじゃんという感じですよね。その人もね、結構足でかい人でしたけども、ペダルを回しても足に当たることもなく、あ、これはいいですね、ということで、本番に投入して、すごい成果が出ましたよ、ということでご報告をいただいたので、じゃあうちでも、もう一回改めて入れてみようということで、やってまいりました。で、僕はブロンプトンにはキックスタンドはつけない人なので、ちょっとね、そういう人はちょっと使い勝手が良くないかもしれませんけど、スタンドつけてあげると、スタンドをね、キックスタンド出した状態で、つけてあげれば、脱着も簡単ですし、ほんとこれびっくりするほどつけるのは簡単なんですよね。で、そういうふうなことを考えてくると、実はこれって、そうですね、例えば DE01 とか、ターンとか、ダホンとか、KHS もそうだし、タルタルガもそうだし、リアキャリアがつく車両であれば大概つくんですよね。で、もう一つ、ちょっとなんか見ながら気がついたのは、タルタルガの場合、ちょっとまだやってないからなんともなんですけど、フロントキャリアですね。あれにも結構ワンタッチでポンってつくんじゃないのっていうような感じにもなってるんですよね。で、そう考えると、これはかなり汎用性が高くていいんじゃないのというふうに思います。で、輸入元の在庫表とか見るとですね、在庫限りでなんか終わりですみたいな感じに見えます。ちょっと決定したわけじゃないからあれですけどね。ということで、ちょっとうちとしては、あるうち入れとこうと思って、可能な限り入れましたんで、気になるぜという人はぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。